はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。リクリコ大手実況プレイ戦国バサロ4元成の創生ルート続きをやっていきたいと思います。さあ、あんまりレベルが上がっていない、あんまり切ってないからな。もうちょっとレベル上げて早くゲーム欲しいよね。我が道行きは順調そのもの。しかし果実見た夢がどうも気にかかる。ほう、夢。いつか島にて陰る日輪。お、地を埋め尽くすおびただしい数の我が毛利の兵たち。滅びてる。美しき厳島がまるで血の海であった。そしてそれが我が采配の結果だと我に語りかける謎の声。声の主が気になるとこですね。元成様、元成様、いかがなされましたか、元成様。何でもない。気になる夢だな。お顔色に優れませぬ。お加減を悪くしたのでは。何でもないと言っている。我が采配に集中せよ。でもこれはどっちかというとドラマルートの流れになりそうな感じはするけどな。じゃあ今回はここに行きたいと思います。音声確認しときましょう。大将軍まで行けば結構いいものが手に入りますけれども、まあ手に入ったところで使わないんですけどね。さて、まだ兵器までしか出てないですね。まあ今のところちょい知りかけることはありつつも、なんとかやっていけてる気がするので、このまま強化せずに行きましょう。幅かけよ。はい、まあ、実際は地を張ってるみたいな感じですけどね。さて、ここはあれかな、二つの陣を守るやつだっけ。しかしすでにこの地は毘沙門天の手の上に。いやん、上杉全軍包み込みなさい。怖い怖い。とりあえず自陣を守りつつ、なだ立てて、事故っとるやんけ。あそこに確か真ん中にたくさんあったんだよね、うん、あれ、あ、ごめんね。あるいはこのもやこそ、ほっ、そなたたちの窓。しゃで、あれしとこう。もはやためらいなし。なんか押しちゃったな。皆の者、ほっ、我が本体、ちょっと待って。カササギを撃て。はは、ここで貼っとこうか。あなた様と共に。あ、でもちょっと貼り方がまずったな。私は貼り方まずった。オッケー。左右の陣を死守せよ。はい。彼らを落とされれば。あ、あっちが。打たれるのみぞ。殴られてるよーん。出会えたこの戦歌うなー。感謝を。よし。とりあえずまあ普通に殴って。どうしよう。ほうほうほう。確か直江さん出てくるよね、上杉だから。はっ、同じ陣営でよかったと心から思いまする。この辺にシャを置かせろ。真ん中に人がいる。真ん中っていうか右寄りか、どの辺だ。ほうほうほう、あっち待ってね。ほっと、ちょっと待ってね。向き痛い。雪村頑張って。軍隊か、うん、春日かな、違うの、おやさんだ。あれが呼んだか。呼ばれとも俺は来る。眠れし無敵、そのまま眠っとけ。青江金継ぐ三十王。誰だよカメラは。ナイスフットワークだな。とにかく目立つ、絶対目立って主人公。これほどの弱速に強い弾力理解できん。そうだね、俺は目立った。まあ登場ムービーがあるだけマシなんじゃないかなって思うけどさ。よし、とりあえず占領をガンガン潰していきましょう。早く弦覚えてくんねえかな。まあ弦持ってても、あまり意味ないっちゃないんだけどな。よいしょ。まあでも武将戦とかには非常に有利になりますからね。できるだけ早く覚えてほしいところです。さすがにちょっと一人だと
陣取りに行くのは厳しいので、霧の中毘沙門の力を、軍師さん、軍師さん、はっはっはっ、うっせえな、地味に減ってんのが気になるけどな。ちょっと回復しとこうかな、できるだけ。あー、左側か、痛いです。よいしょ、シャッ、オッケー、いいね、ナイスだよ、シャッシャッ、素晴らしい。シャーにちょっと任せよ、シャーに任せてあっち行く。あそこおにぎり落ちてんな。はっ、はっ、じゃあもう終わったか、しょうがないな、とりあえずここやっつけてからしよう。はい、早く起きてくんねえかな。間違えた、シャオだった。行くな、傷は浅かろうぞ。どうかな。シャ、痛い、シャ出た、出てない、痛い。雪村強いから頑張ってほしい。この左陣が結構やられてしまったな、しょうがないか。シャ、もうギリギリだ。オッケー、あ、間違えた、ちょっと占領まだ残ってんじゃん、そこ。心内が私などにわかるものか。大丈夫かな、ちょっと減ってんのが怖い。だからこそ私は冷たくきらめく、剣でありたい。剣じゃなくて名標状態なんですが、そのポーズは本当に意味が分かりませんです。もはや誰にも理解できぬ。あ、いるんだっけ、カスガ、ここに最良の防具と語ってくださった。カスガどこ、カスガどこ、貴様を倒す、カスガどこ、嫌な感じがするんだ。だろうな。オッケー、レベルアップ、ラッキー、ヘキじゃない、ゲン来た、ゲン、元成様は本気よ、ゲン、なんかちょっと殴られているようですけど、ほっとこう。ゲンがなんとかしてくれるはずだ。ゲン、はっ、真面目に戦え、ここでシャオなんとかする。はっ、たったったー、はっ、たったったー、ちょっとゲンでなんとかしてもらってる間に、えい、ゲン、オッケー、ゲンがいい感じ。ほら、もう春日ちゃんそっち向いてる。ゲン、左陣がまずい、左陣が死にそうです。左陣、よいしょ、左陣を守る。はっ、そして、うん、これで春日をおびき寄せてほっとく。痛いです、なんでだよ、なんでこのタイミングで。よし、そして占領、よし、危ないですね。はいはいはい、やば、また左陣が死ぬ。左陣大丈夫かな、ダメかもしれないな。よし、ほっ、ナイス、いいですよ。今度右陣が狙われてるけど、ちょっと頑張って、右陣はまだ余裕があるからなんとかなるはずだ。初めて見たな、早く倒したい、早く倒したい。オッケー、板使う。はっ、で、この間に占領に殴られそうだから、タイム、やったー。で、持ち戻るわ。我が慈しみ使う、秋に永遠の平和、まあ、あれがなんだ、ギガマサラが使えれば一番なんだけどね。ちょっとそこはしょうがない。これ春日を早く倒した方がいいのかな。はっ、さあ、陣大丈夫かな、大丈夫ですね。しゃ、ゲン、采配は計りごと。もう、あ、でも占領まだ来てんな。我が武器、徳と見よ。待って、ダメだよそれ。
ゲン正直忍びよりも姫に向いた方だと思うのせやなしゃシャイに何とかしてもらう春日はここによしまあダメだ砂塵が砂塵がやべえあの後ろ姿についていくだけではっなんか安心するよなオッケー無人行こうちょえこれ春日を先に倒した方が絶対いいと思うんだけどただちょっとね占領の脇がまずいんだよなよいしょ忍びである場合多いなはっちゃうそう思う時が増えている痛い痛い痛い本当に痛いちゃうあれ占領じゃないのなあお前かまだ今これ砂塵大丈夫だから待て痛いはいよしどっちもやばいんだけど痛いあのくの位置の動きをじっくり観察いたしますればいやそれおかしくないかはっカスがオッケー起きたと同時我らモールの湯を止めるには策が足りないはっめっちゃ殴られてんだけどなんで分身の放った剣だ鋭いぞほっほっほっはっあ、3効いてないマジかいや、これでいけんじゃないか OK! レベル鉄末など感知すでに見えてる OK! 回復もしてるなできればすごい時間かかったんだけど多分春日ちゃん放置してたせいだと思うんだけどしょうがないだってジンがはい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 承知いたしました剣心様どうかご分を必ず無事に戻り早くこの私を早く終わってくれとりあえずまあここでたくさん稼ぐためにもちょっと粘って頑張ってあれもう無人殺人のやつ終わってくんねえかな。はい。まだゲージが残ってるの気になるけど、まあ、ほっといたら潰されるのかな。はい。とりあえず倒しといて。よし。で、おい。ちょっと敵が。はい。武剣を作っとけば、多分。起き上がりよれ。あ、間違えた。はいよしそんでちょっとこう、あ、回復せんでいいわ。じゃあ、力いこうかな。よし。できれば早めにやりたいですね。だいぶ時間かかっちゃったから。でもここ3人なんだよな。多いんだよな。時が無駄よ。はい。手間をかけさせる。はっ！いいね。この戦、帝に捧げ立て祭ろ。はい、やだ。惜しかった。はい。あれ、うっそー、マジかー。はいはい、OK です。調子よろしいですよ。めっちゃできるんだけど、できれば雪村をあれして、雪村の、あれ、大丈夫です。雪村の、あれを、OK 来たぜ。でもそれは、この次の陣で行こう。この次の陣で、吹っ飛ばす。はい。よし。手駒を殴って殺してしまわないようにはい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 エブラップいいですねたくさん今まで全然切ってねえから切りまくっていきたいですねはっ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 よいしょはい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 まあそうじゃないかなよくわからんがそんなとこ深く追求してもしょうがないんじゃないかなはいはいはいあれちょっとリーチがよし静かなとあーめっちゃいるけどなめっちゃいるけど赤いのはいなくなったから静かになったと思ってめっちゃ後ろに出てきたあの敵あの陣で止まっといてくれたらいいよねよしあの場への一番やりはっいけ貴様は怖い貴様は怖いよとか言われてるけど熱く燃えたぎれよし
ってらっしゃい。はい、まあ、鳥ですね。あの海にぶささってぶささってるとか、あれは置いてあるらしいですけど、刺さってるわけじゃなくて。 OK です、すっきりしましたね。よし、はい、だからなんだっていう話ですが、だからなんなんでしょうね。はい、あそこになんかあるわ、もらっとこうっと。へい、運動か。運動は別にいらないんだよな、あんま使わないから。こう兄貴がね、あの1対1しかなくて全然稼げないっていう、あの時ぐらいしか結局運動は使ってないんですよね。ジャンプ台はここだな。で、あ、ちょっと待って。あー、違う。閃光入ってなかったか。はい。よし。なんだっけ。行きは向こうに残しておきます。剣心様用に。お前の勝ちなのに耳を澄ませましょう。よくらせ。これで、向こうに向いてる間に。あ、でもあいつも向いてるのか。それは平なんだ。ならば壁だ。あ、当たってる。いい感じに斜めに当たるとね。よいしょ、いいね。さらに射で追い打ち。いじめだ。これはいじめだ。すごいね。よいしょ、射の方針と壁。この辺りで。いいね、当たってる。待って。壁じゃない、弦を更新しとかないと殴られるからね。シャを更新からの弦、あ、この向きダメだ、斜めに壁を張る。よし、うん、ちょっと位置が違うかもしれないな。いや、当たってる。弦の更新、シャの更新、そして壁の更新。これ当たってるね。音、ダメージ音がすげえんだよな。射更新、弦更新、はい、あた、いけるか、いたー、レラップ。で、まあこの辺は倒して、よし、来い。赤いのは倒していきましょう。雪村にも手伝ってもらいつつ、雪村が手伝うと雪村の方に経験値入っちゃうのかな。それ痛い、弦、あ、先行だ。先行ありがたい。実績で。よいしょ。ほい。はい。目の覚めるような一手をお願い申す。っていうか、目の覚めるようなって、お前寝てんのかっていう感じだけど。瞬く間に命の灯火が消えていた。一応回復はできてるね。じゃあ最後の陣行きましょう。まずは弦。はい。我が体毛を遮らん者に罰を。じゃ。そう、あれ、あ、じゃ、あいつマジ腹立つ。よいしょ。うん。はっ。ダメだ。守るのだ。弦。それが武士の習わし。じゃ。うわー、なんだ今の。もっさ早かったぞ今。当たってる。オッケー。あ、今あいた。あいつ弦で跳ね返ってる気がするんだけど、弦じゃない、壁だな。大丈夫じゃね、大丈夫だ。よし、あ、当たってねえわ。よし、ちょっと遅かったですね。この辺でいけんじゃないか。おお、オッケーオッケーオッケー、弦。よし、いけそう。いや、まだ段が多いんだよな。こっち邪魔だわ、痛いです。ちょ、雪村、はい、あ、この位置シャーまずいかも。ジェン、あいつランダムすぎるんだな。まだ二陣ある。あ、ごめん、この位置だと、はい、この辺で、はい、セイ、オッケー。こいつ倒したんだけどな。送り込んだ。おらら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 。まいったね。布と薬がいくらあっても足りやすね。よいしょ。剣からの射。そして、ヘッ。あ、
壁じゃない、壁じゃない、射がちょっと届いてないな。これで、うん、長押しっていうのをちょっとやりたいな。あ、こういう向き、こういうこと、なるほどなるほど。長押ししてる間ちょっと向きを変えることができるわけですね。危ないですね。まだ2点あるな。普通に殴った方が変じゃないか。あ、でもゲームのせいで、じゃあシャ、よっしゃ、はい、あ、ごめんね、ちょっとこの辺ちょっとゲームのせいでね、はい、あれ、ちょ、回復してえな、よいしょ、 OK、 はいはいはい、 OK です。レベルアップ、やや、誤差許容範囲なり、明治手下がレベルアップ OK です。塗ってるやつもレベルアップ、壁が早くレベルアップしてほしいけど、直接接客で OK です。よいしょ、まだこいついってんのか、よいしょ、はい、雪村レベル高いからなかなか死ななくていいですね。よし、532、だいぶ切ったと思うよ、だいぶ頑張ったよ。あれ入ってないかな、入ってないな、はい、入ってないか、先行欲しかったけどしょうがない。あれ、でもあっちの奥とか右側にはなんか奥にいろいろあったけど、ここにはないな、どこにないのか、印籠は別にいらないんだよ。よし、じゃあちょっと時間かかってる、時間かかってる、よいしょ。でも一応確かこれ取るのもなんか先行に関係あったような気がするんで、一応取っておきます。で、あのあそこは多分ジャンプ台は右のとこに行くだけだと思うし、よし、じゃあ行くか。あ、つづらがあるけど、でもこの位置っておにぎり臭いか、うん、ですよね。よし、じゃあ行くぜ。弦を先出しとくかな、弦出しの射かな、弦出しで弦を、はい、弦の出す位置がちょっとあれかもしれんけど、この日の元に、はい、幾度となく、あれ、これ又兵衛さん乱入だっけ、違うステージだっけ、いざ問わん、そなたは誠の主なりよ、いや違うと思うんですけど、おいや、乗り越えし弦、はい、宝具ならぬこの身で弦頼みます、そなたたちの意志に報い、当たってない、貴様は我と帝の座を遮る存在、弦、ここで消え、弦こっち、やはり、あ、間違えた、帝への忠心はいつ、うっ、なんで、はっ、よいしょ、回復しとこうか、危ないですね、はっ、あー、ちょっと列発動したつもりが、オッケー、いいですよ、ナイスですよ、雪村ここで追い打ちをお願いします、ゲン、はい、ほい、誰が動き出す、その意味を知る、ほっほっ、はい、ことは雪村頼むわ、ここに敵を張る、おお、間違えた、我は忙しいと言って、あ、そっか、ゲンそこにあるのかな、ゲンありがとう、マジありがとう、そう、当たらんな、雪村、私に剣を振れ、ちょっと、あ、来ないな、っていうことは又部さん来ないバージョンだな、怖っ、あれ剣の後ろとかにいたらまずいよな、はっはっはっは、あ、いや、おーわ、この陰で使用を救えるか、今カウンター状態ですか、うらさっきから近い、今当たってなくなかった、なんで、私は根性の軍師、どういった、熱き御霊なく存在し得ない、あぶ、ナイス、いける、ナイス、こそが万象を支配する、回復しときたいかな、はい、あれ、リーチ、リーチが大将軍、イエー、ちょっと待ってね、軍神に浴びせたい、いや、だいぶオラー外しました、ちょっと待って、あまり近いと、よっしゃ、オッケー、
シャのあれで、よっこい、せい、超怖いですね。いいですよ、ナイスシャ。シャが死んだ。間違えた。あおら、いえー、あーっと、うまい具合に、レッ。今ちょっとやり返されてたような気がします。我ら毛利に歯向かうは。天に弓引くと道義である。痛いです。あ、待って、雪村がやってしまう可能性が大いにある。ゲン！からの、オーケー、ソン。あ、怖かった。この奥何なんだろうな、この階段の奥は。何なんだろう。あ、そっか、3だもんな。一番短いんだよな、君の挑発はな。使いやすいっちゃ使いやすいんだけど。照らし尽くせ。アマテラスよ。今結構雲っぽんだけどな。この世にはびこる無知も人工太陽、いいね。愚かなるいさかいの火を。自分で太陽を作って光合成できるのかな。光合成言うなっていう話ですね。よし、とりあえず今のところ初期武器でも何度かやっていけてますけれども、でも忠勝とかな、こう足利さんとか松永さんとか秀吉さんとか相手にするときつそうだよな。レベル15か、扇欲しいな。いやでも一番最初の扇って操るとかそんなんじゃなかったかな。やったぜ、スキップ。またか、あの夢の話が続いておりますね。ただ次はドラマルートに入るので、そこから蘇生ルートに入ることでその夢の話がどうなるかどうか。なんだそれ。ああ、勝家さんのやつか。変えることなど叶わぬ。この手で掴んで変えた私の、なんだっけ、俺のこの二人が運命、この二人がやってるとこに割り込む系か。お尋ね者ですな。はい、お尋ね者ですね。ドラマルートが発生しました。さあ何のルートがドラマルートなのかな、それを見るだけ見て。いきなりこっち行っちゃうんだ。そっか、でもそうだな。ちょっと待って、ドーナツね。そっか、あんたのお楽しみ武器はドーナツだったか。アバジョよりもな、こっちかな。多分こっちに行くと思います。ドラマルートは行けないんでね。情はいいです。こっちに多分行くと思います。それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。